はい、どうも、ティーチャーです。今回なんですけど、今回は、今日はね、こちらギフトパックでゴーゴーフェスのね、第3弾が来たということでね、こちら、ゲットしていきたいと思います。ということでね、サムネタイトルにはもう出てると思うんですけど、こちらね、1回目は金獣。で、2回目は渋かった限定ガチャ。で、3回目ということでね、今回、こちら報酬一覧見ていきましょう。今回がね、こちらですね。もらえるラインナップとして。うん。まあ、どうですか？まあ、2段よりは確実にいいですね。なんか、スケボー、うん。パラシュートのやつと、傘。これが当たりなんじゃないかな、結構。飛行グッズ、天下無双。と、パンダのリュック3つ。ですね。はい。まあ、僕の狙いとしては、全部持ってるかもしんない。これだけ持ってなかったかな、多分。うん。パンダ、出撃1をね、確か持ってなかったんで。じゃあ、これ狙って引いていこうかな。引いていきましょう。それでは。まあ、まず、シェアでアンロックね、やっていきましょう。はい、ということでね、シェアでアンロック完了しました。一応狙いは、このパンダの1を持ってないはずなんで、こちらをね、狙って引いていきたいと思います。それでは、ギフトパックでゴーゴーフェス第3弾、オープン！お！当たりだ！え、すごい！すごくない？当たりだわ。やば。え、やばくね？7分の1当てたんだけど。他全部持ってるんで、事実上のコンプリートですね。やった！ありがとうございます。いや、普通に当たり引いたわ。はい。ということで、サブアカもあるんでね、一応引いていきたいと思います。はい、ということでね、サブアカでもね、こちら受け取っていきましょう。サブアカはね、あんまり持ってないんで、確かね、いや、この中だったらね、これしか持ってないわ。うん。逆になんでサブアカはこっち持ってんだよって話だけど、うん。まあ、狙いとしては、まあ、そうだね。まあ、これ、もいいね。まあ、リュック、もいいね。まあ、ぶっちゃけ、これじゃなけりゃ、どれでもいいですね。はい。ということで、引いていきましょう。それでは、サブアカで、ギフトパック、オープン！おー、悪くない。結構当たりじゃね、これ。結構当たりだと思うんですが。うん。当たりですね。こっちのアカウントはね、この、リュック、このパンダ持ってるんですよね、謎に。うん。なんですけど、飛行グッズ当たりましたね。当たりだ。なめくじなっさろうくん、大当たりやん。ということでね、皆さんもこちら、シェアするだけでね、全員もらえるんで、ぜひ、皆さんもね、何が出たか、コメント欄に書いてみてください。ということでね、本日もご覧いただき、ありがとうございました。引き続きね、キルシューの方、お楽しみください。敵発見。